スイスの監視カメラシステム。顔認識機能と自動車の形式、色、ナンバーなどを認識する機能がある。顔認識システムとは、監視カメラのデジタル画像から人を自動的に識別するためのコンピュータ用アプリケーションである。ライブ画像内の顔と思われる部分を抜き出し、顔面画像データベースと称号することで識別を行う。一部の顔認識アルゴリズムは、 顔画像から目立つ特徴を抽出することで識別する。例えば、顔のパーツの相対位置や大きさ、目や鼻や、頬骨や顎の形を特徴として利用する。そのような特徴を使い、一致する特徴のある画像を検索する。別のアルゴリズムでは、多数の顔画像から標準化したデータを作り、個々の顔画像はその標準データとの差分だけに圧縮し、 顔認識に必要なデータだけを残す。対象画像はそのような顔データと比較する。初期の成功した顔認識システムの一つは一連の圧縮された顔データを使い、顕著な顔の特徴のセットを使ったテンプレートマッチング技法に基づくものだった。認識アルゴリズムは大まかに2種類に分類でき、見た目の特徴を直接幾何学的に比較する方法と画像を 統計的に数値化してその数値をテンプレートと比較する方法がある。主な顔認識アルゴリズムとしては、主成分分析を使った固有顔、線形判別分析、男性版チグラフマッチング、隠れマルコフモデル、ニューロン同期付けによるダイナミックリンク称号などがある。最近の新たなトレンドとして、見えない部分も考慮した正確さを達成しようとする三次、元顔認識がある。 この技法では三次元センサを使って顔の立体的情報を取得する。そこから眼下、美、顎の輪郭など際立った特徴を抽出して使う。三次元顔認識の利点は他の技法に比べて画像の明るさに左右されにくい点である。また、様々な角度の殻の顔画像であっても認識できる。三次元顔認識も表情の変化には弱い。 イスラエル工科大学では、表情の変化を登場者像として捉える技法を研究している。最近では、皮膚の見た目の詳細を顔認識に応用するという傾向がある。画像からシワやシミを特定して数値化するものである。これをスキンテクスチュアーアナリシスと呼び、顔認識に利用した場合従来の20%から25%認識率が向上したという報告もある。 以下の画像管理ソフトウェアには顔認識システムが組み込まれており同じ人物が写っている写真を抜き出すといったことが可能である。中華人民共和国では1億台を超える顔認識システムを組み込んだ世界最大の監視カメラネットワークとして展望が有名である。ロンドンのニューアムロンドン特別区では地区全体の監視カメラシステムに組み込まれた顔認識システムを持っている。 アップルが開発したスマートフォン iPhone X では Face ID と呼ばれる顔認証システムを2017年から採用している。あらかじめデバイスに使用者の顔を登録し内蔵カメラで使用者の顔を識別することで iPhone のロック解除に使用できる。このほ Apple のオンラインストアでの購入や Apple Pay の認証でも Face ID を使用できる。現在では Android スマホの多くも使用する際の顔認証を採用している。他にも顔認識の新たな利用方法がいくつか開発されようとしている。例えば、ATM でのセキュリティに使うことが検討されている。つまり、キャッシュカードと暗証番号の代わりに ATM が顔の画像を撮影し、データベース上の顔の画像と称号するのである。同様の考え方は、 インターネット上の各種サイトへのログインにも応用できる。ドイツ連邦警察はフランクフルト空港で自発的登録者を対象とした完全自動入国審査を行っている。登録対象は欧州連合かスイスの市民に限られる。オーストラリアの税関では顔認識を使ったスマートゲートという自動入国審査システムを導入している。このシステムは各人の顔と 電子パスポートのマイクロチップに記録されている画像を比較しパスポート所持者が本人であることを確認する。香港の新鮮湾港岸では中国本土との出入り境管理で自動車のナンバープレートからドライバーを特定して顔認識する世界初のシステムを日本電機から導入している。2017年10月18日法務省入国管理局は 東京国際空港の入国審査にパナソニックの顔認証システムを導入。日本人の帰国者を対象に顔写真を撮影してパスポートと称号するセルフゲートを設けた。2019年には成田国際空港でも日本電機の顔認証システムが導入され、2020年東京オリンピックに向けて五輪会場から各地の空港まで導入し、対象は 外国人へと拡大する見込み。2001年1月のスーパーボールでフロリダ州タンパの警察はフェイシートを使って入場者に犯罪者やテロリストが混じっていないか探し逮捕状が執行されていない19人を見つけた。マディリン・マクカーン失踪事件の捜査の一環としてイギリスの警察はポルトガルのパリア・ダルスのホテルオーシャンクラブリゾートとその周辺地域を 事件のあった2007年5月3日までの2週間以内に訪問した人に対して同地で撮影した写真の提供を呼びかけている。これは顔認識によって誘拐犯が写っていないかを調べるためである。パトカーの屋根に顔認識システムに接続された360度カメラを搭載しパトロールするだけで犯罪容疑者を探し出すシステムも存在する。 ロボットに顔認識システムに接続されたカメラを搭載しパトロールするだけで犯罪容疑者を探し出して追跡するシステムも存在する。2018年に中華人民共和国ではジャッキー・チュンのコンサート会場など人が集まる場所で顔認識システムを用いた操作を行って100人を超える犯罪容疑者と指名手配犯を逮捕しており春節の駅では 警察が顔認識システムを搭載したサングラス型のスマートグラスを使用して7人の犯罪容疑者を逮捕し身分証明書を偽造した26人が旅行を禁止させられたことも報じられた。コンサートチケットが高額で転売されるのを防ぐため顔認証システムを活用してチケット購入者本人が来場しているかどうか確認することもある。2014年に 桃色クローバーットがエンターテインメントの入場管理において世界で初めて導入した。日本電機の顔認証システム、ニオフイスを用いてチケット購入時に顔写真を登録、会場入り口で顔認証し、チケットを発券する。ニオフイスは香港をはじめとしてアメリカ合衆国やチリなど世界各国の警察機関で使用されて、制度は 世界最高水準と評価されている。他のミュージシャンのコンサートにも広がりつつあり、ビーズ、福山雅春、ミスター・チルドレン、ベビーメタルが一部のコンサートに使っている。一方、2016年4月23日より開催の嵐の全国ツアーで実施されたのは、同年2から3月に行われた渋谷スバルのソロライブツアー同様。 複数のスタッフ目視による顔認証である。全国約100店舗を数える丸禅純駆動書店前店舗で顔認識システムを使った万引き防止システムが導入された。万引きした可能性のある客の顔データをデータベースに登録し、来店すれば検知する。店内には防犯カメラ作動中と告知はしているものの、顔認識機能があることは告知していなかった。 これに対し、プライバシー問題に詳しい弁護士の森洋二は、特定の個人を追跡する機能を持つ、顔認識システムの方が肖像権や、プライバシー侵害の度合いが強く、両者は区別する必要がある。顔認識システムを採用していることを明記し、嫌だと感じた人はその店を利用しないで済むようにするなど、透明性を確保することが大事だと言及した。丸前純駆動は、その後、 表示の変更を検討するとの見解を表明した。2000年の大統領選挙でメキシコ政府は偽物による投票を防ぐため、顔認識ソフトウェアを用意した。一部の個人が複数の名前で登録されていて、複数票を投じようとしていたためである。新たな顔の画像と投票者データベースに、すでにある画像を比較して、二重投票を大幅に減らした。 アメリカでは同様の技術が偽の ID カードや免許証の入手を防ぐのに使われている。タバコの自動販売機に備え付けられた顔認証システムまた内蔵したカメラを用いて撮影した人物が青年か未成年を判別し、青年に飲みタバコを販売する自動販売機も実用化されている。医療ミス防止のために顔認証システムを導入し、 診察券に埋め込まれた顔写真とともに本人確認する病院もある。診察券を忘れた際に顔認証システムを利用して受け付けてもらうことも可能という。生体認証としての利用以外にデジタルカメラやスマートフォンは被写体の顔を認識し焦点を底に合わせたり露出を合わせたりできるものが多い。 さらに表情を認識して、笑顔を確認したら自動で撮影する機能もある。茨城県つくば市では、ソサエティ5.0の実証実験で、顔認証システムを導入したインターネットを使った、電子投票を行った。2010年代までの一般的なスマートフォンに、搭載される顔認証技術は、一覧性ソーセージを識別できないか、あるいは優位に、誤認識率が上がることが知られている。 他の生体認証技術と比較すると、顔認識は最も信頼でき効率が良いとは言えないが、対象の協力を必要としないという重要な利点がある。空港などのシステムは群衆の中から犯罪者を見分けることができる。指紋、交際、音声などによる認証では、このような使い方はできない。しかし、セキュリティという観点での有効性には疑問の声もある。 その他の利点としては、一般的に普及している安価なカメラを使用することができる点、顔画像が証拠として残るため不正利用者等が発覚した場合に記録された顔画像を人が見ることで個人を特定することが容易である点は、その画像を人が見て個人を特定することは困難などが挙げられる。世界最高の顔認識システムでは、 静止画での認識率が99.5%に達する。顔認識は完全ではなく、条件が整わないと認識率が低くなる。カーネギーメロン大学ロボット工学研究所のラルフ・グロスは、顔の撮影された角度について、顔認識は真正面から顔を捉えるのを基本とし、そこから20度までは何とか認識できる。しかしそれ以上横向きになると問題が生じると、 説明している。他にも画面が暗い場合、サングラスをかけている場合、髪が伸びている場合、何かで顔の一部が隠れている場合、解像度が低い場合などに認識率が極めて低くなる。また、表情が変わると認識できないことが多い。カナダでは、パスポートの顔写真は無表情でなければならないとしている。技術評論家たちは、ニューアムに実際に、 データベースに登録されている犯罪者がいたにもかかわらずシステムが犯罪者を一人も認識していないことに批判的である。これは顔認識システム導入による34%の犯罪件数の低下という情報と矛盾しているが犯罪の予防という観点でバーミンガムでも同様のシステムが導入された。フロリダ州タンパーでの警察による実験でも 同様の期待外れの結果となった。ボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン、国際空港でも顔認識システムによるテロリスト識別という大規模な実験が行われたが、失敗に終わった。この技術の潜在的な利点を考慮したとしても、プライバシーの侵害という懸念が依然残っている。政府がビッグブラザーのように、国民一人一人を常に監視し、 行動を把握するようになるのではないかと憂慮する者もいる。権力がそのような暴走を引き起こす可能性があることは歴史が証明している。自動化された顔認識システムのパイオニアはウッディ・ブレザ、ヘレンちゃん、ウルフ、チャールズ・ビッソンらである。1964年から1965年にかけてブレザはヘレンちゃんとチャールズ・ビッソンと共にコンピュータを使った。 顔認識に取り組んだ。彼はこの仕事に誇りを持っていたが、資金提供したのが、匿名の情報機関であったため、あまり公にされることはなく、ごく一部の成果が公表されるに留まった。大規模な画像データベースと一枚の写真を与えられた時、データベースから写真にマッチする少数のレコードを抜き出すことが、研究課題であった。 手法の成功度は抜き出したレコード数のデータベース全体のレコード数に対する比率で表される。ブルザはその困難さを以下のように述べている。この認識問題は頭の上下左右の動き、焦度や角度、表情や加齢で大きな変化があることで難しくなっている。機械による顔認識に関する他の試みではこれらの変化はほとんど または全く考慮しなかった。工学的に加工を施さない画像データで相関関係を行う手法を使う研究者もいたが、それらは変化が激しい場合には必ず失敗した。特に頭の左右の向きが違う同一人物の写真では相関関係が極めて低い。このプロジェクトはマンマシンと分類された。というのは人間が写真から特徴を抽出して、 それをコンピュータが認識するのに使ったからである。グラフイコンやラントタブレットといったペンタブレットを使ってオペレーターが瞳孔の中心、目の内側の端と外側の端、額の中心の灰際などといった特徴点を抽出した。これらの座標から口や目の幅、瞳孔と瞳孔の間隔などに20種類の距離が計算される。 オペレーターは1時間に約40枚の写真を処理することができた。データベース構築時には、これらのデータと顔写真の人物名が対応づけて、コンピュータに格納された。認識フェーズでは、これら距離データ群が対象となる写真から抽出した距離データ群と比較される。そして、最も近いレコードが回答として出てくる。この説明は非常に単純化しているので、 ほとんどの場合このまま実施すると失敗するだろう。なぜなら2枚の別々に撮影された写真で顔の上下左右の向きやカメラとの距離といった条件が完全に一致することはないからである。したがって距離データは顔を真正面から見た時の値に正規化される。この正規化を行うためにプログラムは顔の向きや傾きの数値を決定しようとする。そしてそれらの値を使って コンピュータは向きや傾きの変化を打ち消して真正面から見た場合のデータを計算する。角度を計算するためにコンピュータは頭の三次元の位置を知る必要がある。実際の頭を使うことができないのでブレザは7人の頭について測定を行い標準的な頭の位置を求めた。ブレザが1966年にこの研究を離れた後にこの作業は ピーター・ハードラによってスタンフォード研究所で続けられた。2000枚を超える写真のデータベースの上で実行された実験において、コンピュータと人間の顔認識力比較では常にコンピュータが優れていた。1997年頃、ドイツのルール大学、ボーフムとアメリカの南カリフォルニア大学は、マサチューセッツ工科大学やメディーランド、 大学カレッジパーク校のシステムよりさらに優れた顔認識システムを開発した。ボーフ風のソフトウェアは ZN フェイスとして製品化され、ドイツ銀行や空港で採用された。この顔認識システムは不完全な顔画像でも十分認識でき、口ひげ、顎ひげ、髪型の違い、メガネやサングラスをつけていても認識可能だとされた。画像検索には一般に 画像への何らかのタグ付けが必要である。2007年1月、ポーラー・ローズは顔認識技術を使って写真から人物の頭部の三次元イメージを約1.5秒で作成し、ユーザーにその人物の名を尋ねることで名前と顔を一致させ、画像検索のタグとして利用するサービスを開始した。2006年、フェイスリコグニショングランドチャレンジにて、 最新の顔認識システムの評価が行われた。その結果、2002年のシステムに比べると10倍、1995年のシステムに比べると100倍の正確さで認識できることが示された。中には、人間の持つ顔認識能力をしのぐアルゴリズムもあり、一覧性ソーセージを別人として識別できた。低解像度の顔画像の解像度を強化する技法として、 フェースハルシネーションがある。また、近年ではカメラ自体が高ピクセル化しており、解像度の問題は解消されつつある。ありがとうございます。